はい、おはようございます。これ、時鮭です。つまり白鮭ですね。今ね、この鱗を取った状態です。もうね、こんな感じで、まあ今から下ろしていくんですけど、今日のやつはね、6キロです。まあ、正確には 5.9 キロ。5.9 キロで、まあ、豊洲でもね、もうほぼもうこれナンバーワン。この前 6.6 キロのやつ入れてます。で、5.9 だから0.7 少ないんですけど、やっぱりすごい。で、ここの青みがかってる部分ね、ここ、青いんですよ。で、ここの星、こう、青いでしょ、目が。これがね、やっぱり鮭なんですよ。ここが黄色くなったり、それがマスですね。これは鮭とマスの全、大きく違うところです。で、魚体パンパン。そしてお腹のこの熱いことすごいっすよ。指だから大人の指一本が腹の厚さですから、当然ね、ここはね、冷凍します。冷凍して、この前のやつね、冷凍する分じゃなくなっちゃったんで、全部売れちゃったんで、やっぱりうまいってことでね、どうせでも出しちゃうってことで出したんですけど、これは、もうそんなにね、本当鮭少なくて入らないんで、これはね、この部分は今からおろして、お刺身用に冷凍を入れます。これもアニサキスがいるので、もう、100% 冷凍する。これ鉄則です。だから、よくね、大丈夫そうなんでね、刺身にするとかっては、いいんですけど、自分で食べて自分で当たる分には。ただ、人様に出すようなところ絶対にね、これやめてくださいね。もうね、今、よく腸炎微量菌だとか、O15 なんとか、そういうやつで当たる、食中毒っていうのよりも、もう、はるかに一番多いんで、アニサキスで当たるのがね。まあ、言うなれば、2000年には10件、400件とか、もう本当に迫ったり、500件、もう気づかない、表に出てないのを5つ含めると、まあ、相当数ですから。こればっかしはね、職人さんの今までの常識とかね、そういうのは絶対通用しないです。ね。だから、そういう意味では、こういういいやつで、ね、ほんと冷凍かけないで生で、提供した気持ちはわかるんだけど、やっぱりね、きちっと調理してきちっと冷凍すると味って、手間暇かければね、変わりませんから。ね、そういうことでね、今から、きちっとさばいていきたいと思います。それではまた明日。